はい、姫路城うずみ門跡に来ています。でここまで先ほど撮影したんですけど、まあ、ここに門とですね、その上に櫓が建っていたと、そういう場所になります。周りは大きな土塁で囲まれているという場所になりますし、この上にですね門が建っていたということになりますね。でこちらが長い先ほど続いていた土塁になります。まあ、これだけね残ってるだけでもすごいなと思いますけど、これほんの一部ですからね、姫路城のどでかさが分かっていただけたと思いますけども、本当にこれだけ見たらどこを映してるんだっていう感じですがね。外郭の門でこれだけ大きいわけですから、いや本当に天守っていうのが非常に大きい、大きく見えたですし、その威厳を保つにはですねやっぱり最高の場所だということが言えますよね。まあ、市街地でもねやっぱりこれだけこう残すっていうのは、まあ近年世界遺産ということにもなりましたけど、まあ、そういうことでなくてもですねやっぱりこうお城っていうのはねやっぱり日本人の、まあ、姫路城なんかはもうその姿が、まあ、天守の話ですけどやっぱり優美なわけですよ。やっぱりお城イコール天守イコール姫路城って思ってる方だっていっぱいいると思いますし、それだけ素晴らしい城ですから、まあ、全国ねいろんな個性のある城ありますけども、まあ、このね周りの門、これが先ほども映しましたけど、うずみ門のまあ、想定図というか絵図は残ってるんで、まあ、こんなような感じだったんではないかと。今立ってるとこが門、小さい入り口の門のこっちですね、この辺にいるわけですよ。で川は残ってるんですけど、その石垣いっぱいまで、堀に満たされていた、まさにここは水の上だったと。角が今ありますけど、この辺がちょうどこの辺なんでしょうかね。ちょっとカニ格好になってますし、この上に小さい門が建っていたということになりますよね。ですからお城のね別に私もマニアではないんですけど、まあ、ちょっと一般の人から見たら相当なマニアだということを言われますけど、いやそんなことはないと思うんですけど、お城のマニアの人って本当すごい方いますから、いやその訪問してる数もそうですけども、撮ってる内容もすごいです。あと知識もすごいですよね。この石垣を見て何と思うかは自由ですので、ここはですね、千姫の小道、まあ後でそちらも撮りますけど、千姫ですね、徳川家の秀忠公の姫ですよね。まあ家あって秀頼公に嫁いで、その後ですね、まあ、助け出されて、まあ、命は長らえたんですけど、まあ家臣というか家臣のですね徳川譜代の本田公に嫁いでですね、その生涯を閉じるということになりますが、今日はちょっとね石垣もなんですが、どうしても桜をですね見ていただきたいというところでですね、ちょっとわざわざこちらに来ているという状況ですね。非常に綺麗ですね。今水はないんですけど、ここはもともと水があって水堀でしたから、その上にですね桜を石垣、まあ当時はここに当然、建物塀とかですね、建てたと思われるんですがね、まあ、今日はちょっと桜を見ますか。いいでしょう、たまには個人的なあれですが、ね、姫路城の、全開の時に来るっていうのはなかなか関東人ではねできませんから、ちょっとこのまま車へでね、止めてもいいかなと思うぐらい綺麗ですよね。まあちょっとお城の遺構を取りに来たんで、本来それどころではないんですが、まあ、やっぱりお城にね桜が多いっていうのもちょっとこう頷けますよね。これ水堀だったらもっと最高でしょうね。この水堀にこの桜の葉が落ちていくという瞬間、今満開ですから、ほぼさっきも言ったように今日満開日ですんで、まあ本当に咲き切った感はありますよね。まあこういうちょっとね逆のあれなんでちょっと撮りづらいんですけど、こういう感じですかね。まあ、花としてはですね、こういう感じですかね。まあ、
少し微風が吹いててゆらゆらしているのがまたこれはいいということになりますね。なんかこうテレビでね撮影しているようなふうにはうまくは撮影できませんけど、ちょっと大河ドラマ風に行きますか。これ分かります？どのシーンだか。ぐるっと回って、あのシーンすごいですよね。あの急に大河ドラマの話になりますけど、あ、こっちが目が回ってしまいます。大河ドラマ麒麟が来る、何が言いたいかというと、そのオープニングの映像ですよ。すごいですよ。今までに見たことない映像ですよね。まあ、当然CG とかですね、VFX とか最新の技術は使われているようですけども、まあそういうことの他にですね、いわゆるカメラワークっていうところにちょっとスポット当ててよく見てるんですけど、やっぱり細部を見てるとすごい撮影の仕方だなと思いますね。考えられて撮ってるっていうんですかね。ただ写してるっていうのは写真やビデオを私撮りますけども、それはやっぱり伝わらないですよね、人にね。写真も本当そうなんですけど、今ビデオ撮っててね言うのもなんですけど、なかなか動画写真っていうのは人に伝えるのはちょっと難しいですからね。じゃあとりあえず先を急ぎましょうか。ちょっと今日は去年ね三河の吉田城豊橋撮りましたけど、あと駿府公園ですね、あそこも夜桜も綺麗ですし、入り口のところでも何度も撮ってるんですけど、いやこうね、やっぱり平日に限るって感じですかね。あ、これはちょっと堀に桜が揺れてるということで、しばし桜の回廊をご覧あれ。あ、本当はね石垣をご覧あれって言いたいとこだったんですけど、まあ、たまにはいいなと、ね、地元の人はいいですよね。こんなの毎日見れるわけですからね、まあ、このシーズンがですね。いや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 、もう桜ばっかりで、はい、じゃあ石垣に戻りましょうかね。周りの堀、先ほど言った通りここ水堀ですから、非常に綺麗だったんだなと。ここも少し崩れてますけど、しっかり門の跡がありますよね。ここにも解説板がありますから見ておきましょうか。まあ、ここはこうね、ちょっと説明の話もね、納得かなと。まさにここが川ですから、堀があったと。あ、ここも立派なもんですよ。もうでっかいですよね。なんでこんな大きいんだろうっていうぐらい。あ、わかります？わかんないですよね。こういうのね、一人で話しててもなかなかわからないですよね。はい。ここは車門。車って自動車の車ですね。車じゃないですよ。車門ですね。今見て、先見てた川がここですよね。川を挟んで、小さい門がなくて、一箇所ありますけども、入り口になくて、ちょっとなんですかね、マス型状のそのままを、門にしてると。千葉川沿いに設けられた城門の一つであると。中郭は西南。外郭の郭だけでも大きいんで、もうちょっと言葉で言うと説明できないんで、うわ、桜吹雪、すごいですね。いやいやいや、今日花見に来たのか、お城見に来たのか、ちょっと分かんないぐらいな状況かもしれませんね。はい。まあ、せっかくですんでね、何らかの都合で花見ができない方は、これでよろしいでしょうか。はい。今、崩れてるんですよね。ここに小さい門があったようですよね。ここのことです。で、さらに車門という大きな門があってですね、もう本当に防備に徹してると。もう江戸時代の初期ですから、まあ、そうは言ってもまだ1615年までですね、やっぱり戦国時代とは言いませんけど、その世の中がまだ豊臣が大きかった時代ですからね、西国不安と、そういう意味もあってですね、ここに大大名を置くということになったんだと思いますよ。はい、猫ちゃんも花見ですね。今日はいかがですか。これは姫猫でしょうか。寝ていれば、寝てない、起きてますね。いかがですか今日は。花見どうですか。眠いかな。お腹空いてるかもね。あ、なんだ、彼氏がいるじゃん。すいません。こういう感じでですね、まあ、ここの敷地だけでも本当大きいですよ。車で行ったら20台ぐらい止められるようなスペース。あ、水堀と桜、石垣と、
いうアングルに来ました。ちょっとね、ここも本当取りきれないんで申し訳ないですけど、いくつかにねちょっと分けさせていただいて、まあね、ちょっとお花見がちょっと厳しいですけどね。まあでもあのね、今外出禁止令なんて出てる時期ですけど、こちらの地域ではそんなにあの人がね集中する、要するにあのそういうところに行かなければいいと。はい、お城と関係ない話してもつまんないですから。これが小さい門の方ですね。いやー、どうしても花見に行ってしまいますね。まあ、城内も今日期待するところです。これから、本丸側の方に入っていきますんで、合わせてご覧ください。ちょっと関係のない敷地ね、別設備のものはちょっと取りませんけど、まあ、こんな感じですよね。はい、姫路城の車の周辺でした。